ちょっと、いくらなんでもあれはまずくない？そうですね、あの調子だとマサト君このまま、このままずっとここにいたいですね。冒険はどうするんでしょうか？冒険って、ああそうだよ、俺はママ子さんと出会うための冒険をしてゴールしたんだよ。さてこれは困りましたね。マサト君に冒険をやめられるとお二人もいろいろと不都合があるでしょう。ママ子さんに任せとけば問題なしなんて思ってたけど、そうもいかないみたいですね。マサト、ほらほら早く一緒に遊びましょう。マサト君、ぬゆよし、まずは私たちのお色気作戦でママ子さんからマサトを引き離し、もう一度マサト君の後頭部を殴る。これぞ記憶を取り戻す手段の鉄板よ。でもこんなに迫ったらマサトのやつ本気で私のこと好きになっちゃうかも。まあそなたらそなたでちょっとくらい相手してあげてもいいけどね。いいんですよマサト君、私の魅力にメロメロになっても。さあさあさあ、あの、何？やめてください。わざと胸当ててますよね、そういう腹黒い女子ほんと無理なんで。ババ腹黒バレてやんの。ババ、あとこっちは痛いです。何なんです、板でも入れてるんですか？ほんと無理だなんて言い方ってありますよね。板ってせめて冗談っぽく言いなさいよ。